ここが恐竜アスレチックの会場か。よく来てくれましたね、カイジ君。その声は、おっちゃんが作ったアスレチックなのか。果たして恐竜アスレチック、クリアできるかな。絶対にクリアしてやるぜ。どんなアスレチックなんだ。なぬ、ただの鉄骨渡りじゃねえかよ。どこが恐竜なんだよ。こんなの普通にやってやるぜ。ん、なんか上から音がするな。うわ、プテラノドンだ。逃げろ。危なく食べられるとこだった。恐竜だからめちゃくちゃ危険じゃねえかよ。他の参加者は大丈夫か。じいさんかよ。じいさんには絶対クリアできないだろう。ほら、食べられちゃった。動けないのにアスレチックなんかしたらダメだろう。次はばあさんかよ。ばあさんにも絶対無理だろうって。全然プテラノド出てこねえじゃねえかよ。ようやく出てきたって。そこから出ても食べれないから意味ないよって。鉄骨割った。ばあさん落ちてっちゃった。食べるだけじゃないんだ。怖すぎるな、このアスレチック。次のアスレチックはどんなのだ。こんなのどうやって渡れって言うんだよ。泳いでけってことなのかな。あ、恐竜が出てきた。そしてもう一体出てきた。またまたもう一体出てきたぞ。これを順番に飛び越えていくのか。これくらいなら簡単だ。はい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 、無事に渡りきれたぞ。他の選手は大丈夫か。またじいさんかよ。でもこれならじいさんでもいけそう。あ、うまく渡ってる。もうちょいだって。すげえ首伸びた。じいさん頑張って捕まったけども、力尽きて落ちてっちゃった。海の中で食べられたのかな。次はばあさんかよ。なぜか真ん中から出てきたぞ。またまた真ん中から。なんでさっきから真ん中から出てくるんだよ。手前から出てこいよ。ずっと真ん中から出てくるけど、どうする。ばあさん思い切ってジャンプした。果たして届くのか。でもこういう時に限って手前から出てきた。落ちてっちゃった。なんで急にトリッキーな動きになったんだよ。さあ次のアスレチックはどんなのだ。ティラノサウルスの背中を登っていくのか。急に坂がきつくなるから思い切ってジャンプ。なんとかボコってなってるとこに捕まって渡りきることができたって。落ちていく。頭打っちゃったけどなんとかゴール。この坂はきついよ。これはじいさんたちには無理だろう。思いっきり助走をつけてジャンプ。なぜか恐竜の首が裏返って食べられちゃった。だいぶお腹空いてたのかな。次はばあさんか。ばあさん思いっきり助走をつけたが、尻尾を振り出した。必死に捕まって耐えるばあさん。でも耐えきれず手を離しちゃって食べられちゃった。ただでさえばあさんにとっては難易度高いのに、より難しくするなよ。いよいよ最後のステージか。どんなステージなんだ。クッパ出てきた。マリオか。確かにクッパは恐竜かもしれないけども、完全にマリオ見たくなっちゃってるよ。火を吹いてきたよ。これをかわして、あとはクッパを飛び越えるだけ。意外と簡単だったよ。さよならクッパ。なんとかクリアできたぞ。僕の他にもここまで来た人がいるのか。じいさんかい。じいさんがよくここまで残ったな。火を吹いてきたぞ。じいさん一巻の終わり。避けた。このじいさんなかなかやるな。このじいさんならゴールできるかもしれない。あとは飛び越えるだけだ。いけ。クッパが後ろにジャンプして斧を落とした。これでじいさん落ちちゃった。クッパ卑怯すぎだろう。あんなのやってきたらマリオだって勝つことできねえよ。だけど僕はクリアできたからまあいっか。まさかクリアされるなんて。クリアしたから賞金はもらうぜ。そんなものはないよ。ねえのかよ。その代わりピーチ姫をあげよう。マリオか。クリアしてピーチ姫もらうってマリオか。まあピーチ姫でもいいからもらって帰るか。さあ入ってきなさい、ピーチ姫。お前の娘じゃねえかよ。クリアして損したよ。チャ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 チ